が実装されたらしいぞ。マーチーゲーミング、皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、なんかさ、最近さ、チート通報機能が実装されましたよってことで、ものすごいコメントいただくんだよね。なんか前までなかったんだって、でも今あるみたいなってことで、ちょっとその辺をね詳しく見ていきたいのと、もう一つ、私たちロブロックスプレイヤーの憎き相手伏せ字野郎ってあるじゃん。あれさ、この条件だと伏せ字のフィルターかかりませんよっていう新たな条件が登場したらしいということで、この2つに関して詳しく見ていきたいと思います。というわけで行ってみましょう。あ、10万人目指しているのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけでまず一つ目は通報機能について見ていきたいと思います。今ブルヘブにいるんですが、ここのボタンを押すとさ、規約違反を報告っていうのがあって、ここポチッと押すと、このさ、規約違反の理由を教えてくださいっていうのがあるじゃん。でこれを押すと、見てよこれ、チート行為やん。チート行為が入っている。これさ、前なかったらしいね。このチート行為がさ、前何だったかっていうと、不正行為悪用っていう欄だったんだよね。これが名前が変わってチート行為になりましたよと。でマーチーが10日前にですね、ここにチート行為なくてちょっと不便だよねっていう動画を出したんですよ。そしたらさ、その2日ぐらい後に名前変わってさ、これはさ、マーチーの動画が運営さんによって見られて、変わってったみたいな、そういうことある？ない。っていうか、ちょっと待って、夜になるのやめてもろて。まあ、ということで、チート行為をピンポイントで通報することができるようになりました。これは大きな変更点だと思います。ね、あとさ、ちょっと話変わるんだけど、言っていい？最近さ、ユーザーネームさ、日本語でアウトにしてるやつ多ない？いや、なんかもう本気のどしもネタみたいな。あれなんなん？あのね、もうマーチーさ、大人だから言うんだけど、そういうの黒歴史製造ってやつです。ここに立派にさ、ユーザーネームってあるから、もうふざけて表示名変えるじゃん。あれ1週間変えれなくなるじゃん。その間ゲームの中入って通報されたらアウトやで。いや、やめようよ。あとね、海外勢で、まあ、英語しかわかんないんだけどさ、英語表記にしてる人で、表示名を名前アウトにしてる人って、見たことない。あれかな？フィルターの関係かな？日本語のそういう下ネタ系のフィルターがさ、表示名だとかかりにくいのかな？わかんないんだけど、なんかよく見かけるなって思う。皆さんの周りどうですか？よかったらコメント欄で教えてください。もう一つのお話なんですが、私たちロブロックスプレイヤーの憎き相手伏せ字野郎ですけれども、とある条件下で新たに話せるようになりましたよってことで、そちらについてお話をしたいと思うんですが、じゃあどういう条件下で話せるようになったかというとですね、13歳以上でかつ自分の電話番号を登録しているユーザーの人たちは個人チャット内でね、なんかフィルターがかからないらしいんだよね。で、ちょっと検証してみたいと思いますので、まずここに13歳以上の設定で電話番号を登録してあるマーチーの捨て赤ちゃんに来ていただきたいと思います。じゃ、ちょっとね、捨て赤ちゃんに不正字になる言葉集ということで、いろいろ言っていただきたいと思います。まずさ、名字がダメだよね。あ、田中、あれ？あれ？田中言える？あれ？おかしいな。あれ？これマジとかもダメじゃない？マジ、ちょっと言ってもらいましょう。マジ。え、嘘、あれおかしいな。ちょっと待ってね。クソって言える？え、あれあれあれ、フィルターどこ？あれ、大島正雄。おかしい、おかしい。ちょっと待って、ゲームを変えてみるでやんす。はい、ってことでね、ノラのブルクヘブに来ました。え、ここだと名前さすがに言えないよね。え、田中言えないよね。あれ？え？なんで？いや、なんかあんまりさ、このゲーム内で変なことばっかり言ってたら、本当にこのアカウントがさ、バンされる可能性があるので、あんま変なこと言いたくないんだよね。なぜか前まで伏せ字になっていた言葉が伏せ字になりません。いや、なんかね、ゲーム内だと伏せ字になる言葉も、個人チャット内だと伏せ字かからないよねっていうのをお見せしたくてですね。でもゲーム内でも伏せ字にならなかったので、相当アウトめな言葉を個人チャット内でちょっとね、試しに打ってみたいと思います。ここで例えば、あの F ワードとかでも送れるらしいんだよ。待って、今送れなかったよ。
なんかあたいが見た画像ではこの F ワードが入った文章って送れてたけど、送れないよで送れない送れない、あのさ、やめた方がいいあたいが見たツイッターの画像では送れてたんだけど、あたいが今送っても送れないわ。フィルターがかかんないからいいと思ってガンガン送んない方がいい。これは間違いないこれで赤ワン食らったら自己責任でやんす。でもしょうがないね、動画のためだったんで。不適切な言葉を書き込んでしまいました。本当に申し訳ございません。はい、というわけで今回はチート通報機能についてと伏せ字にならない新条件ということで見てみました。いかがだったでしょうか。なぜか今回検証した際にはいつも伏せ字になる言葉が伏せ字にならず、そしてツイッターの情報でこれ書けるよっていう風に書いてあった言葉が書けませんでした。もう本当にもしこれが原因でマーチーのステカツーちゃんが赤番を食らった場合にはその時はまた動画にさせていただきたいと思います。これは自分のせいです。てかさ、あたい間違ってたんかな。伏せ字にさなると思ってた言葉が本当はならない言葉だったのかな。名字とかさアウトだと思ってたけど違ったっけ。もしねこういう言葉伏せ字になるよっていうのを知ってたら、よかったらコメント欄で教えてください。丸とかうまく使ってなんかぼやかして教えてね。というわけで、まみんなで気をつけてこってことで、今回はこのあたりで失礼したいと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またね。